シルトスはギリシャの民族舞踊のある種の複数の踊りを指す包括的な呼び名である。言葉の起源は引きずるを指すシロ。シルトスは関連性が高いカラマティアノスと共にギリシャとキプロスで最も人気のある舞踊であり、世界中に散らばるギリシア人によっても頻繁に踊られており、口述するように周辺諸国でも類似の踊りが踊られている。 シルトスやカラマティアノスは社交的な集まり、結婚式、宗教上の祝祭などで非常に人気がある。シルトスとカラマティアノスは同じステップパターンであるが、シルトスは4、4拍子であるのに対して、カラマティアノスは7、8拍子で、スロー、クイック、クイックのリズムをとる。シルトスとカラマティアノスでは、踊り手が手をつないで列になって、右方向に、 半円状を進んで踊る。列の右端の踊り手が踊りをリードし、そのリーダーは、ソロの踊り手として派手な、巧みな動きを即興的に行うこともあり、他の踊り手はその間は、基本的なステップを踏んでいる。リーダーの即興の動作の間、リーダーの隣の踊り手は踊りを止め、ハンカチを返して、リーダーを支えているので、アンティークリストースで見られるような、 回転等の動作を支障なく行える。いくつかのシルトスでは、踊り手のペアが、その他のペアと両側でハンカチを介してつながることもある。踊る七人の女性。古代ギリシャのブロンズ像。紀元前八世紀頃、オリンピア考古学博物館シルトスは古代ギリシャの、時代にすでにギリシャの伝統的な舞踊として言及されており、シルトスという言葉はギリシャ語の動詞。 シグマロ・オメガに由来する。関連する古代ギリシャの踊りには、弦を意味する、オルモスがある。また、シルトスは最も古くからの民族舞踊の形式で、あると考えられており、CT ディマラスは、カリグラ帝の時代の碑文を挙げ、すでにこの時代にシルトスが古代ギリシャの地方伝統の舞踊とみなされていたことを暗示している。シルトスを踊るオスマン帝国のスルタンたちも、 ギリシャの音楽形式を楽しみ、その形式に沿った歌を作っていた。最も著名な例に、オスマン帝国の32代スルタンのアブデュルアズイズ、アブデューラジズの作ったヒージョスセルトがある。トルコ系キプロス人の間では、アジズセルト、ギリシャ系キプロス人の間では、アジズイズシトスとして歌われ、踊られている。レネルロトは1892年に、 著書,書の中で踊りを表して、地引き網を引く動作を真似たようであると述べている。音楽は一般にリラ、リュート、サントゥール、ガイダ、ウード、バーラマ、ツルナ、ダブル、タンブリン、チンバロム、カーヌーン、ブズユキ、マンドリン、アスコマントラ等で演奏される。シルトスに共通なのは、踊り手たちが横に向いて、手を繋いで列をなして、右に進むことである。 列の右端の踊り手がリーダーであり、単純な基本的なステップを踏みながら、複雑なステップパターンを導くこともある。時には、リーダーは、スカーフやハンカチを用いて、別の2番目の列も率いて踊ることがある。すべての踊り手がハンカチを介してつながるものもある。各地域、島々で、それぞれの踊りが存在するがある。シルトスという言葉は、ブルガリアのピリン地方の踊りにも見られる。 トルコの音楽にも、シトスイコニオなどが見られる。キプロスでもシルトスは最も人気のある踊りであり、音楽である。スハーディーセルトス、アジズセルト、エスケルセルトス、アジゼ、キナセルトス等の人気が最も高い。男女のカップル側になって踊るこれらの民族舞踊は、社交的な集まり、結婚式、宗教上の祝祭などで踊られており、 キプロスの社会においての男女の役割の調和を象徴するものとなっている。シルト・カラマティアノスはギリシャ、キプロス、そして世界中で最も一般的なギリシャの民族舞踊である。カラマティアノスのステップはシルトスと同じであるが、シルトスの方が少しゆっくりで言うまで4、4秒子である。伝統的に男性と女性は別々に踊り、 リードする踊り手は2番目の踊り手とハンカチを介して、つながっている。西沖キシルトスギリシア語、イータシグマイオタオメガタウイオタカッパ、イオタシグマウプシロンロータウは、ギリシャの島々で踊られる、シルトス全般を指し、島々の個々のギリシャ文化と関連している。西沖キシルトスの範疇には、など、ギリシャの島々及びその他の地域も含め、とても広い範囲で踊られている踊りを包括している。 コフトスはテッサリア、イピロス、中央ギリシャの地域で踊られる。ステップはより早い STA 女スタイルの踊りである。コフトスはギリシャ語でカットすることを意味し、踊りの名前は踊りの中の曲の中断に由来する。踊りの音楽は定期的に中断し、音楽が止まると踊り手はヘイと叫ぶ。その際に腕を上、下、拍手することもある。 進みながら蛇行したり、パートナーと踊ったりもする。クレタ島のシルトスには多くのバリエーションがあり、角、ムラムラで少し異なる。パフォーマンスに用いられる振り付けは、クレタ島の音楽の特定の曲に合わせて作り上げられてきたものである。クレタ島のシルトスの動作は落ち着きがあり、冷静で優しい。その動作は、戦いの前の休息、魂の安らぎ、考えの鎮静。 を構成する。生と死、クレタ島精神における情熱と悲しみの神秘的な側面を示す宗教的儀式を想起させるかのように踊られる。クレタ島のシルトスとしては以下のものが知られている。ホルタラキアあるいはシトスボトティコスは中世ではボジアあるいはボデアと呼ばれていたペイライピルゴスの村起源の踊りでギリシャ中で踊られている。古い形式では 男性と女性が二つの別々の列に分かれ、女性の列の背後に男性の列が並ぶ特徴がある。その後男女混合の一つの列に混じり合って、後に二つの列に戻る。その様は古代ギリシアの花瓶の絵画にも描かれていた。ポリティコシルトはコンスタンティノープル由来で、文化、貿易の中心であったコンスタンティノープルが、都市を意味するポリーと呼ばれていたことにその名前は由来する。 シルトスは4、4拍子で、スロー、クイック、クイックのリズムをとっており、似た踊りにシラベリアーノス・シトスがある。シルト・ケファロニアスは、イオニア諸島のケファロニア島由来。ほとんどのギリシャの島々は、オスマン帝国の地下にあった中、ケファロニア島は、数世紀にわたって、ベネツィア共和国に、統治されていた。そのため、その踊りは、イタリアの踊りのように軽快である。 ボールのバリオスシルトスは、イズミルのボルノバ由来。かつての球根の様を歌った歌の TI 隊のエゴメセナで踊られている。シルトスシンガスイストスは、テッサリアやトラキア地域で広く踊られている。シルトスマケドニアスは、マケドニア地域で広く踊られている。シルトスの一形態。シルトスピレアスは、マケドニアのピレア村由来。手を上げ下げする動作に特徴があり。 主に女性によって踊られる。シルト・バフラは、オマルとしても知られている踊りで、ギレスン地域では、首都、カーシャリディコ・オマル、ラコナ、ケラソーン・タイコ、コッチハトン・オマルと呼ばれ、アナトリア半島で広く踊られている。9、8拍子で、通常シルトスと呼ぶ7、8や8、8の拍子ではない。ポマスコ・シルトス、カラマティアノスは、ムスリムのポマクが踊る。最初の部分は、 カラマティアノスと同じ。7、8拍子でスロー、クイック、クイックのリズムをとる。ありがとうございます。